明治11年、日本を訪れたイギリス人旅行者イザベラ・バードは、東京から出発して北日本をおよそ3ヶ月かけて回りました。欧米人にとってはまさに前人未到の地。それは決して楽な旅ではありませんでした。しかしイザベラは持ち前の冒険心と好奇心で日本の奥へと進んでいきます。イザベラ・バードが妹に宛てて書いた旅日記が残っています。それには当時の日本の姿がリアルに描かれています。一人のイギリス人女性から見た不思議な国日本、僕たちが忘れかけた、そして忘れてしまうにはもったいない豊かで美しいこの国の姿がそこにはあります。まずはイザベラが長い船旅を終えて横浜に到着したところから覗いてみることにしましょう。雨の降るわびしい海の波をひたすら乗り越え続けること18日間。昨日の朝早くにシティオブ東京号は野島崎に差し掛かり、ついで昼前には海岸沿いすれすれに江戸湾を北上しました。天候は穏やかながらも曇りがちで、空はやや淡いブルーに霞んでいました。甲板中で歓声が上がっていたものの、私にはずっと探しても富士山が見えなかったのですが、ふと陸ではなく空を見上げると、予想していたよりはるか高いところにてっぺんを切った純白の巨大な円錐が見えました。13,080フィートのこの山は、とても淡いブルーの空を背に、海面の高さからとても青白い光り輝くカーブを描いてそびえ立ち、その麓も中腹も淡いグレーのもやに霞んでいます。それは素晴らしい幻想のような眺めで、いかにも幻想らしく間もなく消えてしまいました。これほどその高さと異様を損なうものが付近にも遠くにも何一つない、ここの山は見たことがありません。日本人にとっては聖なる山であり、悪ことなく芸術作品の題材とするほど大切にしているのも不思議はありません。イザベラ・バードは1831年、イギリスのヨークシャーで生まれました。お父さんは牧師さん。女性の旅行者がまだ珍しかった時代に、イザベラは世界を旅し、旅行記を残しています。初めての旅は23歳の時の北米旅行。日本へ来たのは47歳の時でした。東京に上陸したイザベラ・バードが目にしたのは、明治初期の日本の姿でした。上陸して次に私が感心したのは、浮浪者が一人もいないこと。そして通りで見かける小柄で醜くて親切そうで、しなびていてガニ股で猫背で、胸のへこんだ貧相な人々には全員何らかの仕事というものがあったことです。上陸用の段々を上がったところには、屋台と呼ばれる移動式のレストランがあり、これはとてもコンパクトにまとまった塩梅のいいもので、七輪、調理器具と食器の一切が備わっています。ただし人形のために人形が作ったように見え、これの持ち主は身長が5フィートないのです。税関で私たちに応対したのは、洋式の青い制服に革の長靴を履いた小さな役人たちでした。とても礼儀正しい人々で、私たちのトランクを開けて入念に中身を調べてからまた蓋を閉め、
ニューヨークで同じ検査をした横柄で強欲な役人たちとは小気味の良い対照を示していました。外には今やよく知られた人力車が50台ほどおり、50人の舌がこの聞き慣れない言葉を口早に繰り返す声で辺りはざわめいていました。あなたも知っている通り、この乗り物は日本の特色の一つで、日に日にその重要性は増しています。7年前に発明されたばかりなのに、すでにある都市ではその台数が2万3000近くに達しており、人力車を引けばどの職工より儲かるので、何千人もの立派な若者が農業に従事するのをやめて人力車の引き手になろうと町に集まってきます。車夫は柄を上げ、柄の中に入って車体をうんと後ろに傾けてから勢いよく走り出します。客の希望するスピードにより1人または2人または3人の車夫が引きます。夜間は走っていても止まっていても、綺麗な絵の入った長さ18インチの丸い提灯を下げています。恰幅のいい赤ら顔の商人や男女の宣教師、おしゃれに着飾り名刺入れを携えた貴婦人、新国人の商人、日本の農夫たちがイギリスの何でもない地方都市にある大通りのようなメインストリートを飛ぶように過ぎていく姿はとても滑稽ですが、本人たちは自分がどれだけ滑稽に見えるかなどまるで頭になく、走ったり追いかけたりすれ違ったりしています。痩せて礼儀正しく愛想のいい車夫たちは、ひっくり返したボールのような形の大きな帽子に摩訶不思議な青いタイツ、白抜きの文字の入った青い短い上着という格好で、黄色い顔から汗を垂らしながらひた走り、笑い声や大声を上げ、ぶつかるのをひょいっと避けたりするのです。ちなみに1フィートはおよそ30センチ、1インチはおよそ25ミリです。ということは5フィートの日本人はおよそ152センチ、18インチの提灯はおよそ45センチということになります。それはともかく、イザベラ・バードは人力車に乗って横浜の街を駆け抜けます。領事館を訪ねた後、私は車に乗り込みました。そして別の2台に乗った2人の女性と共に、よく笑う小柄な男に猛烈なスピードで車を引いてもらい、メインストリートを走りました。メインストリートはよく舗装されたしっかりした狭い通りで、上等の歩道、縁石、側溝、鉄製の街灯柱、ガスランプが備わっており、その全長にわたって外国の店舗が並んでいます。私は本物の日本の中へと入っていきたいのです。イギリス領事代理のウィルキンソン氏が昨日訪ねてきて、とても親切にしてくれました。彼は私の内陸旅行計画を、かなり無茶ではあるものの、女性が一人で旅しても全く安全だと考えています。ハリーパークス卿夫妻は熱意と思いやりを持って私の旅行計画を検討してくださっています。ハリー卿は内陸を北へ旅する私の計画に賛成であるばかりか、追加プランまで提案してくださいました。私としては実際の旅が、地図を眺めて計画した時と負けず劣らず愉快なものであることを祈るばかりです。